こんにちは、おはようございます、こんばんは、はとくまです。チャンネル登録またの方はチャンネル登録ボタンのクリックをぜひよろしくお願いいたします。今日も海外のフィットネスを皆さんと共有していこうと思うんだけど、まずはカイグリーンについて。数日前の夜7時に発表があるよと言っていたカイグリーン、これが重大発表だと思って、まあ、トレーニング前にね、ポージング練習を今もしっかり取り入れているらしく、その体の厚みも丸みもコンディションも、いつ大会に復帰すると決意して目指し始めても遅すぎないレベルを保っているから、またオリンピアに復帰する来年から IFBB プロリーグに帰ってくると、そういうニュースだと思っていたファンも多くいたみたいで、ハトクマもそれを、まあ、聞いた時、ビッグアナウンスメントあるよって聞いた時は、そういう発表がやっと来るのかと思っていたんですが、実際はレッドコンワンにジョインするという発表でした。レッドコンワンはルーク・サンドーが使っていたサプリとしても有名で、他にもオリンピアのボディビル212に出てくるジョージ・ピーターソン、来年のオリンピア出場を決めているジェームス・ホリングセット、プロデビューは来年と思われているブレッシング・アワディブ、あとはマックス・チャールズなど、数多くの著名 IFBB プロとかアスリートが参加しているサプリメント会社。あとはニックス・ストレングス&パワー、100万人を超えている YouTube フィットネスジャーナリストの彼もレッドコンワンのチームメンバーに属しています。今回そこにボディービル界、フィットネス界で超有名なカイグリーンが参加する。まあ確かに重大ニュースっちゃそうなのかもしれないけれど、ボディービル復帰だと思っていた人からするとちょっぴり残念な話だったかもしれない。フィル・ヒースがあと何回オリンピアに出るのかわからない。今回8回目の優勝を決めたら引退するのか、それとも9回目の単独1位記録を取りに来年以降も出てくれるのか、また仮に今回優勝を逃した場合、8回目の優勝を再び狙いに出るのか。今回負けて引退はさすがにね、ないと思うので、この場合は来年も出てくるとは思いますが、カイ・グリーンとフィル・ヒース、絶対的なライバルとして見られていた2人、5年ぶりのオリンピアでの戦いが見たいで、個人的にはやっぱりそれをね、昔の映像でしか見たことがないので、やっぱりそれをね、ライブ映像で見たいですよね。仲良く肩組む2人はもうなくていいです。その時はもうまたね、バチバチにおでこすり合わせてとかね、カイグリーンが肩ぶつかったから威嚇してね、おいみたいに風にやるような映像が生で見たいです。その時はオリンピアに直接出向きたいと思います。で、あとはね、カイグリーンとステージで並んだことがない将来的な、まあ、トップ候補たちも今は多くいるし、そういう今のボディービルダーたちと戦う回も見たいよね。次のビッグアナウンスメントは復帰を願うハトクマでした。続いては姉さんでアシャ、今年のオリンピア出場を決めていた姉さんですが、イギリスの渡航制限により1月までビザが取れないのかな、アメリカに飛ぶことができず、今年のオリンピア参加を断念せざるを得なくなっています。2019年もステロイドを当時のジムのオーナーかななどと配っていたのか売っていたのかっていうので裁判にかけられて、裁判で話をするためにイギリスに戻らなければならず、その日付がオリンピアと被っていたわけではないんだけど、オリンピアに出ていると間に合わなくて、それに出れないとかなりやばい状況になるということで、オリンピアに出れなかった姉さん、今年のアーノルドもローリーの代わりに出ることになっていましたが、コロナで飛ぶことができず参加できなかった姉さん、2019年20年と苦しい状態でいるんだけど、そんな姉さんが自身の体をアップデートし、オリンピアには出れないけれどもポージングを披露しました。もしかしたら出れるかもしれない、その可能性に期待を持ち順調なダイエットをしていたという姉さん、ウエストが細く背中の広さや厚みが前から見てもわかるし、横から見た時の胸の丸みや厚み、2017年は7位、2018年は8位とトップ10に入り続けているトップ選手だし、2019年もオリンピアには出れませんでしたが、バンクーバープロではオリンピア3位だったハディに次いで準優勝、山本カップではオリンピア5位だったローリーに次いで準優勝、そしてモンスタージムプロでは優勝とかなりの好成績を残していました。もし姉さんが今年も順調にオリンピアに出れる状態でいたのであれば、まずトップ10争いには入ってくるだろうし、盛り上がっただろうなとこのポージングを見て思いますよね。腹筋周りが少し気になりますが、減量をすでにストップしているだろうし、来年は必ず出ると本人が断言しているので、コロナがまあどうなっているかにもよるだろうけど、来年は絞り切った状態でステージに立つ姉さんを見れることを信じています。お腹周りで思い出したんだけど、同じくオープンボディビルのトップ選手、今年のオリンピアにももちろんジャパンプロで優勝して出場を決めているフアン・モレル、彼が素晴らしいバキュームを披露しました。フアンといえば凄まじいコンディション、
それこそ去年のオリンピアでは、まあ、パトリック・ムーアもすごかったけどナンバーワンと言われたぐらいすごい絞りだった。そしてそこまで絞りながらも重量級の馬力を持つボディービルダーですが、それでいてこの腹筋コントロール、パッと見サイズダウンを去年と比べると少ししてコンパクトになった印象がパッと見では本当あるんだけど、これをステージで披露するのであればかなり湧きそうかなというふうに思いました。オープンボディビルにバキュームが必要なのかどうかはまあ置いといても、オープンボディビルダーほどの筋肉量がある選手がバキュームをここまですればクラシックフィジック選手以上の見た目から受けるインパクトは大きいだろうし、他ではローリーが少しだけバキュームできたり、まあ、ローリーが仮にねここまでへこませられたらもうすごいを通り越しておぞましいんだけど、彼も腹筋を非常に指摘されていた時期がありましたが、ウエストシェイパーなどで腹筋を改善させてきましたよね。あとはリーガン・グライムス、もともとクラシックの選手だったこともあってバキュームがしっかりできるオープンボディービルダー、ただそれよりもサイズがある不安のバキュームには驚きました。彼は2019年のオリンピアで14位とトップ10を逃しましたが、今年もトップ10候補には間違いないし7名出なくなった。そのメンツは全員がトップ10候補メンバーだったから、今年はファンもいいところに入るんじゃないかなと、去年よりは順位を上げるんではないかなというふうに思っています。最後はトリステン・リー、彼は IFBB プロでもアマチュアのビルダーでもありません。将来の夢はプロのフットボールプレイヤーなトリステン、10代ながらもすごい絞り、サッカー選手を目指していたとは思えないハードな筋トレに筋肉、著名人などと強トレすることも多く SNS で人気者なトリステン・リーなんですが、最近のインスタを見るとすでに彼のプロフィールから将来の夢が消えていて、ゴッドファースト18歳、それだけになっているんで、どこかでサッカー選手は諦めたのか辞めてしまったみたいです。その代わり彼が目指し始めたのがおそらくボディービルダーへの道。投稿を保存し忘れたけど、最近15週間前という文字と自身の体をストーリーに上げていたんで、約4ヶ月後、来年の3月のどこかで彼は大会に初出場するみたいです。絞りに関してはすでにいつ大会に出てもいいくらい、少し調整をすればいいくらい絞れているんで、個人的にボディービルダーの道に進んでいくのであれば、彼のブランディングを少し崩してでもオフを設けて、しっかりとバルクアップをして見てほしいなと。18歳にして160万人以上のフォロワーがいるフィットネススターが IFBB の道に仮に進むのであれば、また業界は盛り上がるし、まあ見てるファン、ハトクマ自身も楽しいので大歓迎なんだけど、同じような18歳、20代前半のビルダーを見ていくと、絞り場トリステン、すごいんですけど、サイズではメンズフィジークでも見劣りする可能性があるかもしれないなというふうに思うので、周りにブレオンとかね、数多くの IFBB トッププロがいるから、そことタッグを組みながら大会に向けて進めていって、IFBB プロになるのを待ちたいよね。もし出るとしたら、メンズフィジークではなくて、クラシックフィジークの方なんじゃないかなと、まあ、関わっている人たちがボディービルダーとかクラシックフィジーク選手ばかりだし、投稿で上げているポージングがね、全部クラシックフィジークとか、まあ、ボディービルのポージングだから、まあ、サッカー選手ではなく、クラシックフィジーク選手のトリステン・リーを見れることを楽しみに待っていたいというふうに思います。まあ、彼の場合は、絞りすごいからね。で、下半身も別にめちゃくちゃ細いわけではない。ただやっぱり体の厚み、背中の広さとか、まあ、特に胸っていうのがね、まあ、もともとつきにくいのかもしれないけど、ここの厚みっていうのがね、もっともっと増していけばね、かなり才能はね、あるんじゃないかなと。わかんないけど、思ったんでね。まあ、これから先の彼の動向にも注目していこうというふうに思います。ということで、少しでも面白かったためになったと思っていただけたら、高評価お願いいたします。インスタグラムもやっているんで、概要欄もしくはインスタの検索からフォローお願いいたします。では今日はこの辺で終わります。バイチャ。